ですか急に。急に信じられないかもしれないけど、未来から来たお前だ。え、うん、いきなりで信じられないの無理もない。おい、何してる。聞け。おい、スマホ中毒か。おい、お、本当だ。こう見えても僕は、ね、SF 映画監督ですからね。こういうフィクションじみたこともちゃんと信じるんです。完璧信じてなかったやろうが。っていうか、何しに来たんですか。もしかして何か重大なメッセージを。明日お前は靴下をズボンの中に巻き込んで撮影に行く。え、気をつけろ。え、気をつけろ。え、いや、そんなことのために。その後 T シャツを裏返しにして撮影に行く日もある。気をつけろ。いや、冗談だよね。いいか、今も未来もインターネット社会だ。一度アップロードされた写真は消えることがない。 Google でエゴサーチしたら、この年になっても靴下巻き込んでたりとか T シャツ裏返しの写真とかが上がってきたりする。それは辛い。そうだろ。恥ずかしい。しかもプロデューサーに、秋竹さんってそういう抜けたところあえて出してきますよねってさも狙ってるみたいに言われるからね。死にたくなる。だから明日は気をつけろよ。はい、ありがとうございます。って自分に変化。ありがとう。それじゃあもう俺帰るけど、せっかくだしツーショット撮って帰るか。その年になっても俺って自撮りするんだね。ああ、俺あんま変わってなかったな。せっかくのネタしツイートしとこう。あ、2人とも T シャツ裏返しに着てる。